月イエーイ。サエです。ミキです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はバイオリンとフルートで、うん、どっちが早く早弾き早吹きできるかをメトロノームテンポ60から少しずつ10ぐらいずつアップさせて、どっちが先に弾けなくなるか吹けなくなるか対決してみたいと思います。頑張ります。あっでまずテンポ60からいってみたいと思う。テンポ60ってラの音2小節分なので、これだったらタタ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 ってやってる、うんうん、じゃあ60から。まあ余裕だね、うん、70。次テンポ100。もうない。落ち着いて、いくよ。移動してください。次110。なので秒針の倍です。うん、130。いいね、乗ってきたね。うん、いいね。140。飲んでたね。150。160。はあ、ドキッとする。170。ドキドキしてきた。だんだん怖くなってくる。速さの速度記号で言うとプレストって言って、イタリア語で速いっていう意味に突入しました。180。ん？ん？あ、待って。190。待って。これいけた？いけた？あ、いけるね。ちょっとだんだん怖いな。プレスティッシモ200。これって最後何まであるの？208。208？ え？超えてんじゃん、220。208って書いてある。メトロノームのその DC はどこまであるんだろうね。とりあえずやってみますか。今220。あの、もうすぐ着きそう。あ、本当だ、確かに。この真ん中の白の子220。
おお。240チャレンジしてみる。すごいね。250。すごいね。260。270。私は、タンギングって言ってトゥ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 っていうシングルタンギング、ダブルタンギング、トリプルタンギングがあるんですけど、トリプルだと滑舌があまりよろしくないのでダブルで挑戦しましたが230でした。練習不足ってのもあるのかな。でも絶対に口の方が大変と思うんだよね。ちなみにメトロノームの一番下の208なので結構すごくない？うん、人間の限界値の速さ。わかんない。なんで208なんだろうね。はい、今日はどっちが早弾きできるかチャレンジしてみましたが、はい、見事秋葉さえさんウィナーありがとうございます。高評価、チャンネル登録、そしてメンバーシップ登録もよろしくお願いします。またね。